江畑幸子は、日本の元バレーボール選手。現在は、スポーツビズ所属。秋田県秋田市出身。二人兄弟の長女。小学三年生の時、両親の影響を受け自身もバレーボールを始めた。二歳年上の兄もバレーボールをしている、バレーボール一家に育った。精霊女子短大附属中学監督からオファーがあり、同行に進学する。 この進学が大きなターニングポイントだったと、江畑は述べている。精霊女子短大附属高校時代は、首相として春高バレーやインターハイなどで活躍した。2008年、日立ちリバーレに入団。2009、10シーズンより、レギュラーのアウトサイドヒッターとして活躍。2010年4月、全日本代表メンバーに登録。2010年度の全日本代表の中では、 チーム最年少選手であった。同年8月のワールドグランプリに出場。また、同年10から11月の世界選手権では、自身の誕生日でもある11月7日の予選、第2次ラウンドタイトル個戦において、チームトップの24得点を挙げ活躍するなど、銅メダル獲得に大きく貢献した。2011年6月、モントルーバレーマスターズ2011において、 初優勝に大きく貢献し、自らもベストスパイカー賞を受賞した。同年11月のワールドカップでは、エースとして勝利に貢献し4位へ導く。2012年3月、V チャレンジリーグにおいて、日立リバーレの優勝に大きく貢献し、MVP サーブ賞を獲得した。2012年は、ロンドンオリンピック世界最終予選並びに、 本大会に日本代表選手として出場。準々決勝の対中国戦では、木村沙織と共に、チーム最多の33得点を叩き出す活躍を見せ、日本女子バレーボール28年ぶりのメダル獲得に大きく貢献した。2013年2月から、競技の地銀である、秋田銀行のイメージキャラクターに起用される。2014年7月24日、日立リバーレは、 エハタの RC カングへの移籍を発表した。移籍日は2014年9月1日。2015年5月31日、モントルーバレーマスターズ2015の決勝戦の第2、セット時、ディフェンスに入ろうと踏み出した際に負傷。その後のブラジル遠征には参加せず帰国し、検査を行った。検査の結果は、右足のふくらはぎとアキレス腱の間の負傷。 すぐさま手術を受けたところ医師も驚くほど順調に回復しており、翌年1月の実践復帰を目指し、リオオリンピックに向けてリハビリを続ける。2015年6月1日、PFU ブルーキャッツ公式サイトにて、エハタの遺跡入団が発表された。この度、PFU ブルーキャッツに入団することになりました。会社の方々、チームメイト、そして石川県全体が一つになって、 プレミアリーグ昇格を目標としている PFU、ブルーキャッツの一員になり、同じ目標を達成したいと強く思いました。初めてのチームで不安もありますが、自分の持てる力を最大限に発揮したいです。いつも応援してくださる皆様、今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。江畑幸子江畑幸子選手の入団について、 BFU、e、ブルーキャッツより2016年5月9日、同月14から22日まで、東京体育館で開催される、2016、リオデジャネイロオリンピックバレーボール世界、最終予選兼アジア、大陸予選大会女子日本大会を前に、アジの元ナショナルトレーニングセンターにて、女子日本代表チームが、公開練習と、記者会見が行われ、江畑もこれに参加、出席。 大会に向けての意気込みを語った。昨年、アキレス腱を切って、昨年のワールドカップはテレビで観戦した。2ヶ月入院し、3ヶ月間リハビリを行い、やっと復帰できた。今は戻ってこられて幸せ。足の状態は全く問題なく、バックアタックも以前と同じように打てる。日の丸をつけて、コートに立つからには、中途半端な気持ちは、絶対に持たず、 覚悟を持って、試合に臨みたい。江畑幸子、リオの切符、覚悟を持って取りに行く全日本女子チーム、火の取り日本が、記者会見2016リオデジャネイロオリンピック世界、最終予選兼アジア大陸予選大会、日本バレーボール協会より2018年3月24日、V リーグオールスターゲーム女子大会にチーム V リーの選手として出場。 試合後の記者会見に出席し感想を語った。いつもとは違う雰囲気の中でプレーしましたが、川本先生から、いつもとは違うことをアドバイスしていただいたことが勉強になりましたし、先生の技術を盗んで自分のチームに持ち帰りたいと思います。江畑幸子、V リーグオールスターゲーム女子大会 V チャレンジリーグ、江畑幸子、川本先生に教わったことをチームに持ち帰ります。 宮下遥楽しくできたことが良かった。バレーボールマガジンより2018年10月21日、翌月3日のシーズン開幕を前に、アクアシティを台場で行われた2018から19、ボルトリーグ女子開幕記者会見に出席。北陸新幹線のグランクラスで、冬の石川県に来て、県六園を見て、お寿司を食べて、そして試合を見に来てください。江畑幸子。 江畑幸子冬の石川観光をしつつ、バレー観戦するのもいいですよ。V リーグ女子開幕記者会見。バレーボールマガジンより2021年3月25日、PFU ブルーキャッツより、江畑の対談と、現役引退が発表され、同月29日には、チームのクラブハウスで引退会見を行い、コメントを発表。引退後の予定は決まっていないが、 今後もバレーボールに関わっていきたいと語った。いつも応援ありがとうございます。この度、現役を引退することになりました。6年前、入団直後から怪我でチームにご迷惑をおかけし、最後の1年も怪我で試合に出れず、たくさんご迷惑をおかけしましたが、仲間と過ごした時間は大切な宝物です。その中でも、入団1年目の入りえ戦は、 私のバレエ人生の中でもとても印象に残る試合になりました。チーム史上初めての V1 リーグ昇格という目標を達成できたことを誇りに思います。ここ数年はなかなか思うようなプレーができていませんでしたが、バレーボールが大好きだという気持ちは全く変わっておりません。一緒に長い時間を過ごした仲間、指導してくださったスタッフ、毎日共にリハビリをしてくれた。 トレーナー、影で支えてくれた関係者の方々、そしてどんな状況でも変わらず応援してくださったファンの方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。今後もブルーキャッツの応援をどうぞよろしくお願いします。江畑幸子、対談のお知らせ、PFU ブルーキャッツよりこれまでのバレーボール人生を振り返って一言で表すと 周りの方に恵まれ、たくさんの方々に応援していただき、自分の名前にもある通り、幸せなバレーボール人生だったと思います。江畑幸子、ロンドン五輪堂、江畑幸子、私の名前の字にもあるように、本当に幸せなバレーボール人生でした。引退会見前文、バレーボールマガジンより、V プレミアリーグレギュラーラウンドにおける、個人成績は、下記の通り、その他、 ありがとうございます。